最高最高お <laughs> おー、こいつらすげえ。こんなところに人がいる。みんな、こんにちはーお前たち、最高だぜーおー、みんな、ウミガメの挨拶を知ってくれてるんだな。 えぇ、ー、嬉しく思うぜー。今日は、嬉しい報告がある。それは、コメントをいただいてる。嬉しく思うぜー。ありがとなー。その、いただいたコメントの中から一つ、抜粋して、 ま、一つしかないんだけどね。いやー、それでも嬉しいぜ。そのコメント。あり。ほんとに嬉しいぜ。ありがとな、あり。動画全部見てくれたんだな。ほんとに嬉しいぜ。ありがとな。 よーし、じゃあ、俺が、最高だぜ、って言ったら、アリは、両方のヒレを高ーく上げて、うおおって言うんだ。できるよなできるよなよーし、じゃあ、行くぜ。アリ、最高だぜ ありがとう。ありがとな。本当に嬉しいぜ。みんなもコメント入れてくれよな。ちっちゃいちびっこなんかはパパやママに頼んでコメント入れてもらってもいいんだぜ。頼んだぜ。そして今日は 夢から質問があった。夢からの質問は、ウミガメはずっと海の中にいるのっていう質問だ。いい質問だなあなあスクワット。聞いてるかいやー俺たちウミガメはずっとあったかい海を泳いでいるんだ。 こうして、あったかい、浅い海を、ずーっと泳いでるんだぜ。ハワイとか、オーストラリア、カリフォルニア、いっぱい、あたかい海を探して、泳ぎ続けてる。ばあおー いや俺たちウミガメは、だいたい15分から20分ぐらいで、海底に顔を出して息をするんだ。いやちょうどそれが今だった。危なかったぜ。どうだい夢。わかったかい俺たちウミガメは、常に、 暖かい場所を求めてるんだ。夢も暖かいところ好きだろそれと一緒だぜ。ああ、ありがとうな。いい質問だった。もうすぐ俺に会いに来るんだろ待ってるぜ。 SS コロンビア海底天文室、絶対に来てくれよな。約束だぜ。よーし、今日はみんなと話して、とっても楽しかった。さあ、家族が呼んでる。お前たち、最高だぜ。よーし、じゃあ、また会おうな。 バーイバーイ